互いに勝利の歓喜から遠ざかる中で、サッカーに向き合う純度を下げずに戦う気持ちを高めて臨めるか、大事なゲームとなります。前半のキックオフです。左エンドが仙台、平岡が長いボールを縦に蹴り出していきます。今のが鳥栖の今日の狙いとして大きくありますよね、はい、前からのしっかりしたプレス連動して奪って、前向きに奪って、そのままの勢いでクロスまで行ったシーンでしたね。ここも取ります。チアゴ・オベスト左足、先制ゴール。開始の6分、鳥栖が先制ゴールを奪いました。まあ、ここバックパスを奪ったところからですね、敵陣でボールを奪って、まあ、ボールを置けたところ良かったですね。やっぱりミドルシュートの能力ある選手ですから、まあ、それに対して島尾真手がもう少し寄せたかったなというようなところはありますけれども、まあ、この距離でしっかりと正確に逆サイドネット。いや、素晴らしいシュートですね。怪我で苦しんだ前半戦、さあそのチアゴ・アオベスが寄せる島尾真手、クリアボールが中途半端になって小山津、チアゴ・アオベス動く中、後ろから来る、折り返しかシュート、最後シュートまで行きました。本当に存在としては大きいでしょうね、うん、大きいですね、さあまたボールを高い位置から奪うチアゴ・アオベス、ボールを取る、裏取った、中見る本田、折り返してチアゴ・アオベス、そして押し込んだ、最後は豊田、あっとオフサイドのフラッグが上がっています。狙い通りですね、中盤でボールを前向きに奪って、早かったですね、加勢も大外も空いてましたけれども、マイナス気味に選択して、まあ、最後豊田のところはオフサイドでしたね。フリーキックのチャンス、直接いった、反応した、ヤクブソービク、樋口のシュート、前につける、松岡が寄せに行く、松岡取った、さあここで1対1になるか、松岡前を見てシュートに行った、ここは大きくクロスバーの上です。切りながらボールにアプローチできた島尾のディフェンスがうまかったですね。これで前半9本目のシュートになりました、鳥栖です。ここで前半終了の笛が鳴りました。開始の6分、後半始まりました。左エンドが鳥栖、右が仙台です。ここも立ちはだかります、パラです。左足の精度はどうか、中を振り込む、まだルーズボール、ここも拾いそうだ、パラのシュート、アウトサイド、外にかけたのシュートになりましたが、ありました。後半です、仙台です。それに対して松岡、ボランチが寄せに行く、長澤の頭通らず、エドワルド、こぼれにクエンカシュート、前半打てませんでしたがシュート、後半に入って積極的に打つようになりました。そうですね、前につける、うん、チアゴ・アウベス、この裏通るか、よく見てましたね、ボール通った、本田中央、豊田、本田仕掛けてシュートきた、2点目、鮮やかカウンター。今度は後半の早い時間帯に1点を取りました。まず仙台が攻めているときに背後のところでは2センターバックと、まあ、相手の2トップですよね、鳥栖の2トップが2対2になってたというところ、足元に入ったチアゴ・アウベスのところボールが入ったときにチアゴ・アウベスが逆サイドをしっかり確認、加勢してきた本田をしっかり見逃さなかったと、そこにダイレクトで流し込んだパスがまず素晴らしかったですし、右足で仕掛けて内側入って外したところからのシュートまでも非常に早かったですよね。狙い通りもパスのようなシュートでした。小山津、勝負行く、キム・ジョンイヤつく、中央、本田、ワンタッチ前、こぼれを豊田が寄せる、ここはヤクブ・ソービック、そして本田、押し込みました、3点目。自身これで J1 2得点目ということになりました。小山津のまず仕掛けですね、そこからやり直したところから、このパスが良かったですね。林がワンタッチで落として豊田というようなところでしたけれども、そうですね、ソービックが動けなかったのは石原が上に乗ってたからで、ファールではありませんよね。まあ、よく詰めましたね、はい、本田も。
この後躊躇することなく詰めていました。本田です。ターンできるか中原、残せず金森、変わった金森またいで左足シュートは前からボールを奪って低いボール、平岡をめがけていきましたが、ここで試合終了の笛です。